あら汁かなんか作る。めちゃくちゃうまそうだね。佐渡島。あとこ行ったじゃない。今夕間詰め終わって、はい、キャンプ場に戻ってきたんですけども、はい、酒飲んで料理ぶり食べて、うん、明日朝早いから早めに帰ろう。早めに寝よう。そうだね。晴れたからね。元気ないから。そうそうそう。飯食ってガンガン開けていきましょう。無理無理。何それ何それ初めて見たんだけど。行くぞ。これが今日の釣果。めちゃくちゃでかいボックスじゃないですか。普通の虫釣りですよ。我々は。そうだよね。そうそうそう。虫釣りだからね。ちょっとね、入んなかったからね、尻尾だけ折ったんだよ。うん、ああ、血抜きもするし。うん、そうそうそう。なるほどね。いきます。すみません、お願いします。それでは、本日の釣果の発表。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、いたいた、最初見えなかったわ。これは。何稲田稲田だね。うん、ね、うん、出世王でいいじゃんね、うん、そうそうそう。でも遠近法で見るとほぼブリだから。そうそうそう。確かに確かに、ほぼブリだから。待って、ブリだ。あ、ブリだね。今ブリ。あ、ブリだって。今ブリ。今ブリ。今ブリ。それサムネだ。こちらの稲田さんと、そうと、あと新鮮なヤリイカ。ヤリイカ、うん、これ佐藤さん用で釣ったんでしょ、うん、釣ったんだね。ほぼそう。でさっきパッキングして、そうそうそう。あ、そう、パッキングまでしてくれたんだ、うん、そう、出荷前のやつなんだけど。なるほどね。うん、親切だな。ここら辺ちょっとみっちゃんに、はい、やってもらいたいなと。なるほど。ケンイチが釣ったんでよろしくお願いします。やらせていただきます。僭越ながらよろしくお願いします。じゃあ俺らはね、じゃあ違う違う。やめる？今日。それやる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 でしょ。こっちで見えないから。酒草つけてきた？エリクサーみたいな。エリクサーみたいな。早い。すごいね。これ何枚ぐらいにおろすんですか？63枚。おお、奇数だよ。すごいね。すごいね。基本は63枚。32番でビビったよ。本当だよね。通貨。通貨ね。いてつ、いてる。着方のやつだからね。まあ時間が結構経ってるから。あ、じゃあもう。だって釣ったの何時だあれ？昼ぐらい？12時ぐらい？午前中だね。うん、あ、そっかそっか、うん。今日6時から起きてるんで。早いね。うん。早い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 。この血合いどうするんですか、方。取りたいね。待ってと。よいしょ。上手だな。ことないんですよ。入れていく入れていく。え、いいね、喋っても。うん、あの見とれちゃってました。あ、うん、なんかすみません。うなじに。どこうなじ。うなじどこ。ここ動け。ここ動け。見えないもん。見えないもん二十。嘘でしょ。これ前髪。どういうこと。じゃあ、みっちゃんの話を。でも、あれだね、やっぱそうやって撮るの物いいね。本当、まあ、サドさんですから。そうだよね。そう、マッチョなんでね、僕ら。何の話。マッチョなんで。何の話。え、この骨も使っちゃうんですか、なんかに。これは、あら汁かなんか作るか。あー、いいね。味噌持ってきて。うん、さっき、あの、ネギ味噌買ってきたよ。あ、まあ、キュウリつけて食うんですけど。骨ポリポリ。生臭いっすね。生臭いっすね。生臭いっすね。ここ。血合い。血合い。血合い。映ってないから。見えないところでいじるのが目の。牛津のチャンネル見ると見えも分かるね。そうだ、両方見て初めて、ね、この動画が。完成するね。この強度がね。中間だ。どう、油こんなない。ちっちゃいからないのか。若しはね、油が少ないんで、うん、どうしてもね。うわ、
ごい。この綺麗に並べるのはやっぱすごい、うん、シンプルなんだろうけど、俺たちは多分向きとかも関係なくなっちゃうから、うん、確かに確かに本当に残飯みたいなやつだね、うん、というわけで、はい、勝利完了しました。ありがとうございます。魚という魚を、うん、はい、調理をしていきましょう。はい、じゃあみっちゃんたちがこっちの料理をしてくれている間に、うん、我々のヒカキンチームは、はい、あったかい料理を作らせていただきたいと思います。作っていただけるんですか。はい、やりしょ。クラムチャウダー好きでしたっけ。クラムチャウダー大好き。よいしょ。クラムチャウダー作る。クラムチャウダーこれからまず白被害だ。そうだよね。前浜辺だからね。ということで、ね、はい、我々はみっちゃんが今ブリと、うん、あとはイカやってくれてる間に、うん、おつまみ作っていこう。おいしそう。つまみ、つまみ初めて見たね。あ、すごい反発力。すごいよ。本当だ。すごい軽い。そう、なんか特殊のステンレスを使ってるって言ってましたね。ご縁ですね。ご縁ですね。かわいい。さすがにね。さすがに。やってる。で今回は、うん、私はこちら、うん、皮ごと食べられるブドウと、うん、こちらの生ハムハモンセラーノを使って生ハムブドウ海のやつ。これで、ね、白ワインだ。白ワインもしまうからね、うん、やっていきましょう。で山本君は。私は鍋でキャンタマジックのキノコ鍋を。こんな寒かった。寒い。今何度。10前後らへんじゃない。10度ぐらいか。うん、そうだよね。ヒートテック上下着て、ね、だって今東京とかだと、うん、25、6度あるのね、きっと。うん、まあ最高気温だろうけど。うん、え、うん、落っこっちゃった。あ、いいところ置いて、うん、ちょっと大きいかな。いい、贅沢に行っちゃう。行っちゃいましょう。明日顔パンパンだよ。こちらでございます。はい、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 いただきます。どういうこと。うまい。生ハムめっちゃうまい。あ、でもこの生ハム絶対うまい。うん、うん、じゃあ作っていきます。丸めて、ここら辺のね、ガン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 男のキノコ鍋なんで。よし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 。ちぎってちぎって、ほいほい。今エリンギとしめじ、うんうん、んで舞茸、石突きあるじゃないですか。うん、あのマッチョなんで。マッチョ。おうおう。敵鍛えるんだよね。よいしょ。すごい。前より確かにパワーアップしてくれ。絶対に。自分でもできると思ってた。キノコ全種類入れてからですね。なめこ。なめこ。なめこが入るとね、とろみができて、そうそうそう、めっちゃうまいんだよね。うまみも出るしね。うん、なめこの石突きあるじゃないですか。無理でしょ。さすがに無理でしょ。そっちでやります。うん、無理じゃない。切ります。切りましょう。これは切りましょう。入っちゃうよ。オリーブオイルをかけて、もうちょい。そして胡椒をたっぷりたっぷりかけていく。
完成。よいしょ。そして次こちら、これもさっき近海で取れたマグロなんですけども、うん、早速ね、うん、加工工場に持ってって、うん、パッキングまで済ましたやつを漬け丼にしていく。そして使うのがこちら、今日昨日か、うん、釣り具屋さんフィッシャーズさんっていうね、うん、ウーム所属としては黙ってられない釣り具屋に行って、こちらのイカに合う醤油もらったんで、うんうん、これで漬けていけばうまいのかな。うまいですかね。うまいでしょう。やっていきます。だし醤油っぽいみたいなのやったりか、わかんない。だし入ってる、だしが入ってる、うん、こちらキノコたっぷり、これをみっちゃんからもう私は調味料を借りていきます。漬けててください。 OK、 漬けちゃうぞ。漬けちゃう。食べれそう。釣り人こだわりの一品、こちらを、よしよしよし、いいよ。ちょっとストップって言ってください。これガチの。いい音。はい、カットしよう。よいしょ。これでよく全体に馴染むようにしていけば加水。漬け。漬け。うまそう。いいっすか。さすがに我慢しとくか。乾杯、乾杯もね、乾杯もねえよ。酒も全部みっちゃんのだし。嘘だろ。あったあったあった。これだ。これだ。やろう。やろう。さすがにね。さすがに。ね。これもあの。あれかな、佐渡のめちゃくちゃ食いて、早く至る、うん、後でやる。なんか白ごまでもあったらいいのにな。ああ、あのそこあるよ、持ってるかな。カシューナッツ砕いて入れてみる。あ、それもうまいんだ。そうか、油分があればいいのか。私はみっちゃんから最強万能調味料、そういうの強、はい、いただきました。クイーこつい入れて、しかも新品、新品。なんて言ってんのその、はいしゃ。みんな気になってるよね。とりあえず俺なんて言ってるかわかんないから、オーシャンって書いてるけど。はいしゃ。よいしょ、ね、多分。あ、よいしょだね。ちょっと味は見て。こっちはもうあとは煮るだけでございます。うん、みっちゃんもそろそろできてる頃じゃない。うん、おお、すごい煙出てるよ、こっち。楽しみですね。オッケー。よっしゃ。やってみましょう。我々、こちらの。三品ご提供していく。おい、最初はこちらかかな。もう、うん、だいぶ漬け始めてるから大丈夫よ。いいんすか。まあいい、うまい。イカに合う醤油だけど、マグロにも合うの。飛んでちゃった今。飛んでちゃった。どっかに赤身飛んでった。いただきます。結構いろんな部位が入ってるね。うん、イカだ。イカに、イカではない。こちらの漬けまくるときましたら、はい、うん、至りましょう。至りましょう。至るさん。これは至る酒造っていうの。至るっていう名前？なんだか酒造だった。あの、いつみ？いつみなのか変なみなのかな、わかんないけど。うん、こちらでちょっと、まあ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 、全部ご縁なんだけど。そりゃそうか。見て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 、全部ご縁なんだけど。盗ってきたから。盗って、あ、そうかそうか。ちょ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 、キャンプに乾杯。キャンプに乾杯って言ったら地球儀さんのチェラあった。うまい。甘うま。うまい、うまいね、うん。合うね。至る。ああ、いや、いいね、生だね。うん。怖えんだ。うん。つまみ。つまみめちゃくちゃ調子いいね。あとでみっちゃんに食べてもらおう。またそうだね。もう、うまい。
白ワインもありましたよ。全部ちょっと大変。楽しくなってきましたね。至るね、これは。良い。良い、ね、良い良い良い。なんかこうフレンチ食ってワイン飲むような。うんうんうん。飲める。先にじゃあこれ火通しといて、み、うん、ーちゃんもそろそろできそうだっていう話を聞いたんで、うん、ちょっと火にかけていく。お待たせしました。来ました。うまそう。イカの味噌焼きとキュウリを添えてと。ケンちゃんが釣った魚の唐揚げ、イエーイ、やっていきましょう。稲田じゃあ、はい、食べていきましょう。よろしくお願いします。すごいなんかおしゃれじゃん。おしゃれでしょ。おしゃれでしょ。おしゃれなんですよ。おしゃれよこれ。これは塩と6人、ね、どうする、あ、みっちゃんの、俺ら冷たいまま食べれるからみっちゃんのあったかいうちに食べよう。そうだね。あ、これね、うん、ぜひぜひ。じゃあつまみ、つまんでいただいて、ご提供の、あ、ご提供でお願いします。使っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。案件ありがとうございます。案件だって食べよう。いただきます。どっちから行った方がいいとかあります？いや、もうどっちからでも。じゃあみっちゃんから行ったらちょうかな。優しいじゃん今日なんか。いただきます。いただきます。いただきます。今の優しいの。口に入れた瞬間やばかった。ふわふわよ。ふわふわよ。こんなになるんだ、うん、初めて食べた。めちゃくちゃうまい。油が少ないから、うん、もうちょっとパサつくかなと思ったけど、うん、めちゃくちゃしっとりだ。さっき開けようとして迷った。ちょっとつまみの味噌。つまみしちゃった。つまみしちゃった。つまみしたらここら辺まで出した。すごい飲むじゃん、すごい飲むじゃん。いやあ、すいません、すいません、なんか何もできなくて。これはうまいですよ。いただけ、はい、いただけ。じゃあ、ちょっと一言お願いします。佐賀で、サガじゃない。サガじゃないわ。怒られる。佐渡でこんな美味しい魚に出会えて。つぼってるやん。島だもん。島キャンプ初めてだもんね。そう、初めて。ね。うん、いや、まあ、日本も島だけど、まあ確かに。今日という日を楽しんでいきましょう。キャンプイ。キャンプイ。うまい。これはイカ合うぞ。え、また。これはイカ合うぞ。あ、すいません。しかもキュウリなの。キュウリ、キュウリあの。キュウリをこの穴っぽこに入れて。なるほどね。そう、ちくわみたいな。ちくわのキュウリみたいにするんだね。こんぐらい？そうだね、そうだね。このあとニラとネギね。あ、ネギなんだこれ。そうそうそう。ネギ。キュウリ。テロップ入ってます。全面にテロップ入ってます。キュウリ否定派だよ。めちゃくちゃうまい。いただきます。キュウリだ。キュウリだよね。キュウリだ。冬からなんだねこれ。あ、そう、ちょっとね1ミリ出て。これ食っていい。うわー、まあ、これ絶対この日本酒合うでしょ。そもそもあのイカとね、もうバターと醤油でめちゃくちゃうまいのに、うん、そこにキュウリのね、キュウリアクセントめちゃくちゃいい。ちょっとの青さがね、うん、最高に合うね。うまいわ。これ酔っ払っちまうな。じゃあ僕らちょっとね、作ったやつ、ね、食べたいと思います。どうぞ。めちゃめちゃこれが気になってるけど、これちょっといいです、失礼させていただいて。あ、いいですか。アンツマミだ。アンツマミ。
皮ごと食べれるブドウがあって、はい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 、それにハモンセラーノの生ハムを巻いてあって、はい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 、オリーブオイルかけて、はい、最後に塩あ胡椒か胡椒が入ってます。おしゃれじゃない？いただきます。これが日本酒に合うんじゃにゃーの。これはうまい。うまいよね。ありがとうございます。いっちゃっていっちゃって。よし、お前さんはそれでいくのか。早く超うまいですよね。友達に教えてもらったんですけど、うん、それからいつもやってるもんね。これうまっ。めっちゃうならせる。でもみんなでガンガン食いましょう。うん。ちょっと味見してもらわないとダメだ。プロに。あ、もうズミです。プロでしょ。プロで。この人の海の親。鳥も入ってる。まだ。まだ入ってない。うん、守ってます。2時ぐらいに入れるね。はい、うん、結構いくじゃん。結構長いね、今夜。あんたら明日の9時の船乗るんでしょ。本当だよ。代行で行かなくなっちゃうわけ。早く寝ないと。船の代行する。代行でフェリー。ダメ。いただきます。懐かしのキノコ。完璧です。ちゃんとできてる。完璧です。痛い顔。2年前のみっちゃんの言葉そのままお借りしました。でも本当にその味の変化が楽しめるからいいよ。うーん、うまっ。動物性、今日ウインナーとホルモン買ってきてるんで。すごい動物性癖あるね。ベーコンも癖ある。発酵はっ、まあいいや。マグロも、マグロもじゃあ、マグロはね、うん、この今回合いますよ。フィッシャーズさんのイカに合う醤油を使ってます。うん、だしが効いてる。フィッシャーズさん作ってる。新潟にフィッシャーズさんっていう釣り具屋さんがあるのよ。うん、あ、シルクさんとは関係ない。あ、でも関係ない。関係ないんかい。フィッシャーズは新潟の、そう。あ、富山とか、うん、あ、北陸の方に強い。そうです。のスーパーなんだ。スーパーじゃなくて釣り具屋。釣り具屋さんのオリジナル醤油。醤油。だけど見て、イカに合う醤油。大丈夫だよ、マグロにも合うから。でもね、さすがにそれは食べてもらって、一応そう、お醤油に旨味成分とかも含めて、ま、万能的に合うんだけど、一番イカに合うっていう。あ、なるほどね、なるほどね。そう、総じてイカに合うよ。そう、まあ、だから漬けダレに近いんだよね。いただきます。イカに合うやつだ、本当に。そう、だからちょうどいいんだよ。でも結構入れた。マグロでも全然いけるね、うん、塩分濃度が少ないんだ。イカすが、すごいね。まあ、うるせえって。すごいね。ありがとうございます。いや、なんか人に作ってもらうっていいね。なかなかみっちゃんに料理を作ったことがないからね。そう、マイッキー、そう、初めてっていう話をしたんだよね。そうだね、多分初めてじゃない。うん、結構喜んでくれてるっていう噂を聞いて、めちゃくちゃ、うん、いい、嬉しい、いい、嬉しい。キスしろ。なんだよ、なんだよ、キスしろ。あ、そっち。あ、すま。あれとね。そのすま。必死感がある。時間がすまっす。勝った俺。勝った俺。どうですか、ちょっと普段絶対やらないような感じの、うん、僕らが
提供させていただくっていうのを、あいつら味分かってんのかよっていうところから。いや、うまかった。うまかった。うん。なんかでもやっぱ、なんか作ってもらえるって嬉しいね。うん。楽だよ。泣きそうなんだ。それでもね、やってもらってるからね。あ、確かにね。作ってもらう。いや、俺はほら、作るのが好きだから、食べてもらうのが好きだから、もちろん全然作るんだけど、作るのが楽しいって思ってるんだけど、作ってもらうのも楽しいね。そうなんだよ。嬉しいし。ちゃんの作ってるとこがかっこいいからさ。俺もちょっと料理作れるようになりたいなって最近。よくそうなんだ。そう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 。ずーっとペペロンチーノ作ってます。ペペロンチーノ修行したの。え、あ、ジロラモさんのとこで。そう、ジロラモさん教えてもらってから週3でペペロンチーノを嫁さんに、うん、無理やり食わせるっていう。うまいもんね。作り方で変わるし、味どんどんうまくなってる。ペペロンチーノ完璧にできてる。これはちょっと次の動画で。そうだね。パスタが楽しくなって、パスタ苦手だったから俺。あ、確かに言ってたもんね。そう、パスタ苦手だったから。あ、言ってた言ってた。そう、パスタ楽しいね。で、来週ラオスで。ラオスすごいです。すごい疲れてる。早かったしね、朝で。みんなもいるんで、うん、みんなで食べながら。そうだね、そうだね、僕らの方の終わって、うん、続きはみっちゃんの方でやってもらいましょう。そうですね。はい、あ、本当に、はい、みっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご縁に、乾杯。ありがとうございます。乾杯。よし。